ガラシャが現れ、クロマジツグに異変が起こっているのは間違いあるまい。それはどういう意味だ。少なくとも高山右近にとっては愉快なことではないようだ。前回滝足がこちらに手を貸したそうじゃない。ということは魔界水軍またこちら側についたということだ。なら一気にクロマジツグを攻めるのが一番だな。滝夜叉が我らと組むかどうかは分からん。あの場は正成の説得に従ったまで。しかし、黒魔術軍を攻めたことは事実です。さすれば黒魔術軍と組むことはないのだ。そもそも、ガラシャが魔界に舞い戻ってきた以上、黒魔術軍はさらに強力になったと考えるのが妥当ではないのか。私もそう思います。ガラシは冥界に赴き、以前とは比べ物になるほどの力を持っているのではありますまいか。今まで一言も言葉を発しなかった島左近が口を聞いたところを見ると、ガラシは冥界の力を我が物にしていると見ました。ガラシャは冥界で幸運だよ。その子を自在なやつこの魔界に攻めてきたのである。魔界はどうなっちゃうの。お母さん、冥界の人になっちゃったの。もう元に戻らないの。もはや魔界は冥界の一部だ。今後は冥界の攻勢にさらされるだ。冥界の状況をつかまなければ何もできない。冥界の状況なんてつかめるか。今は神楽坂か。いや、大内が冥界に赴いておる。大内。おう、忘れておった。高尾さんはまだ顔を合わせておらなかったか。お主が葬った。その話はまだよ。どういうつもりだ。せん、お前の考えを明かせ。やはり魔界水軍と組むことしかあるまい。竹足を説得することができるってよね。難しくはあるな。話は聞いてもよいぞえ。生命の代わりにわしが答えてやろう。師匠！師匠！よく聞くがよい。そもそもこの世界は天界と地上の二つだけであった。天界の神々によって地上は支配されておった。しかし天界で神々の権力争いが起こった。その権力争いに敗れた者は地上よりさらに深いところに幽閉された。勝った側はブッダともいい、ゼウスともいい、負けた者はエンマともハデスともいうが、呼び名はあまり意味をなさぬ。勝った側は善となり、負けた側は悪となる。天界で争いが起こるたび、敗者は地上の下、すなわち冥界に送り込まれた。やがて天界に争いがなくなると、冥界は敗者であふれ、それは新たな争いを巻き起こした。すなわち、敗者たちは争いによって天界にいた頃よりも力を増した。その力を恐れた天界は、冥界の力が地上に出てこぬよう、ひいては天界に害を及ばさぬように魔界を作った。いわゆる冥界の蓋である。現在
冥界は4人の王によって支配されて、そこに魔界が加わった。つまり冥界の均衡は破れ、冥界を制する者は地上を破壊し天界に攻め入ることができる。ガラシャは冥界に赴き一人の王と交わり、子を産み、力を得て冥界の将として魔界へ戻ってきた。魔界は空間ではなく冥界の一部として有限の地平となったんだ。お前たちは無限の空間に漂う永遠の存在ではなく、冥界の住人として戦うことになる。負ければ即消滅じゃ。修羅の戦国と化した冥界でお主らは生き残れるかな。どう、相変わらず幽霊だな。竹足、満足か。なるほど、冥界の王とやらはもともとですら神なのだな。面白い。神の人も複数になれば合わせ、これもまた真なり。ということは我らは神の力を持つ者と戦うわけでござるか。正確には戦うか従うかじゃない。我らに従うなどという言葉はない。従わせるか滅ぼすかじゃ。威勢だけは良いの。いえいえ。どうも。何じゃ。一つ教えてくれ。冥界には魔界を経ずにわしらのような人形が紛れ込むこともあるのか。冥界にはさまざまなものが紛れ込んでおる。いわゆる地獄じゃからな。魔界にいるお前たちの方が珍しい存在じゃ。刑事、いかがした。生命、願いがある。何で。わしはお市の方と会った。何だ。お市の方に才蔵が囚われる。わしは才蔵を救いに行きたい。おい、また勝手なこと。霧隠れ才蔵は敵じゃねえか。敵を助けることなんねえだろ。行くがよ。おい、以前に申したはず、守りたいものを守る、それが我ら攻防正義。私も刑事殿と一緒に参ります。よいだろう。おい、そんなところに戦力を割いてる場合じゃないだろう。私も鶴姫さん、刑事のこと一緒に向かわせてください。いや、すんなり、また勝手なことを。いや、行かない。何を言っておる。おい、棟梁様は何をお考えじゃ。安成は勝手が多い。どうせ勝手に出すのであれば、我らに関わりのないことをやってほしいもの。それでは軍が成り立てませんぞ。ならば安成に命ずる。はっ。再生などはどうでもよい。お市の肩を捉えてまいれ。お市の肩の力を不能な術で使われては危険じゃ。我ら魔界水軍の力にしてよいの、生命。勝手にするがよい。かしこまりました。相変わらずお前たちは何を考えているのかわからんな。全然いいじゃん。この件に関しては全然よかろう。刑事、鶴姫、行くがいい。安成、行くがよい。あれだけ我ら固まっておきましょう。ごめん。
主役は誰が張るか楽しみじゃのいつの舞台も主役は私だよ。リーチ様、素敵なショーに花を添えましょう。ガラシャ様に栄光あれ。冥界の進撃、ここに始まる。音を鳴らせ。Thank you.
ないぞ。これで才蔵の冥界の呪いを解けたはずだ。あとはこいつの好きなように里でやってくれ。刑事さん、あなたは？刑事、お前の体はもう長くは持たない。刑事、才蔵には何も言わないでおいてくれ。才蔵はまだ助かったわけじゃねえ。冥界からこいつの母親を探し出さなきゃなんねえんだ。それまでわしは生きる。